星4。ホモの錬金術師である吉永文が生み出した今後も破られることない腐女子カーストトップのメスを生み出した奇策。イフの日本の江戸時代のような時代に田舎から謎の風土病が発生し、人族のオスだけが発病してほぼガメをベラするという風土病に見舞われてしまったために陰湿が全裸で待機するようなメスが中心のメス文化社会が爆誕する。ちなみに多数のメスは陰湿で多数のオスは直情的な暴力なのぜ。両方とも胸クソなのぜ。胸クソのベクトルが違うだけなのぜ。そんなメス社会で、メスが食用を回し、オスが娼婦のような立ち回りをする世界で男の園である大奥が爆誕し、オスの大奥ってどんな場所なの？といった内容と、なぜこの国はこんなへんてこな世界になってしまったのか？の謎がとても面白い漫画。この漫画は主に風土病によって極端に人族のオスが少なくなってしまった女社会の時代に翻弄される徳川幕府とその幕府によって胸クソされる利他的なオスたちの悲劇が売り、腐女子カーストトップが自分の好きなノンケのオスのカップリングに権力を使って強制的にホモ行為をさせるという慎み深い作品。ホモの錬金術師として女帝の地位に存在するこの作者の創造性がすごすぎてあんこが震える力作なのぜ。プラスこの漫画はフィクションながら、静止のジパングは男社会であり、女は男から蔑まれていいように扱われており、現代ジパングの男社会によって不利益をかぶる人族が存在することに胸クソを覚えるが、仮に女社会だったとしても今度は男が女社会ゆえに不利益を被るという胸クソがクソ激烈にお上手に描けており、オスメスだから問題というわけではなく、そもそも人族というのはオスメスかかわらず利己的な生物であるということを描けており、あんこが震える。ちなみになぜ人族は足の引っ張り合いという非生産的な振る舞いをするのか？というのは個体一つ一つは己の遺伝子をいかに後世に伝えるか？が遺伝子に刻まれた使命であり、人間全体がどうなるというのは存在しないからなのぜ。自分の遺伝子を残すか、人類の 90% が死滅するか、の選択においても自分の子孫を後世に残すために、敵対者を陥れるために足の引っ張り合いをするのぜ。生物としての本能がそうさせるわけです。腐女子のホモ漫画としても、普通にイフ歴史漫画としても面白い、オスメス関わらずにおすすめの名著。